こんばんは。こんばんは。こんばんはです。あ、止まるやつ、止まる現象が起きてる。この現象に名前つけたい。そう、今日ね、9時半からって昨日入れてたんですけど、急遽1時間レッスンが延長になっちゃって。そう、それで10時半からに変更にしました。すみません。今日は11時まであります。なんかメールにも送ったんじゃけど、歌唱力ので奥花子さんの歌を歌わせていただいてから、それ以来めっちゃね、奥花子さんの曲を聴きよって。そう、素敵素敵素敵です。ポン。 そう、世界に一つのあなたという奇跡なんだよ。素敵。なんか歌唱力審査の他のメンバーさんの選曲、他のグループの方とか見とったら、大体どのグループでも1人か2人くらい奥花子さんの曲選んでいらっしゃる方がおって、そう、あってなりました。ね、22、 ST は22に放送じゃけん、あと6日だ。わお。そう、 STU だったね。みちも奥花子さんの曲だった。ハッピーバースデー to you、 あなたがここに生まれてきてくれてありがとう。そう、世界に一つの。めっちゃ歌え。そう、なんか離れないんですよ。
ちょうちゃんの秋に聴きたい歌ってある？秋に聴きたい歌、なんだろう。じゃああれが好きです。トリプル A さんの、あ、これ夏だこれ。風に香る夏の記憶。え？でもあ、うん？風に香る夏の記憶、思い出は時さまで。でも夏の終わりらへんに聴く曲じゃけん、これは多分。じゃけん秋っちゃ秋。うん、そう、夏の記憶じゃけん、風に変わる夏の記憶、風に変わって夏の記憶が来るんですよ。秋やん。秋だ。ね、確かに単日植物と季節同じですね。秋が来た、これ春じゃん。春が来たなのに秋で歌っちゃった。先入観。春が来た、春が来た、どこに。なんたたたんたんたんたたたんたたん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 。ちょ、髪伸びたよね、ほんまに。ちょ、髪伸びた。今の長さが好き。甘い色の長い髪を風が優しく包む。乙女は胸に白い花束を。伸びたよね。なんか伸びたなって自分でもめっちゃ思う最近。多分この巻き方が特にね、長く感じるんや。毛先しか巻いとらんけん、普通に巻いたらもうちょっと短く見えるんじゃけど。そう、うん、ありがとうございます。どなたでしょうか。黒猫さん、すごいこのタワー。あ、組体操しとるんか、クマが。黒猫さん、クマが組体操をしているタワー。クマが、クマが組体操しているタワー、ありがとうございます。かわいいね、これめっちゃかわいい。クマが組体操してるやん、かわいい。運動会じゃけえか。運動会懐かしい、組体操しとった。でも中学は組体操なくって、小学校までですね、千代が。小学組体操歴あんま多くない。あ、そうだそうだそうだ、忘れとった。組体操部っていう、コウコちゃんと福ちゃんと3人で、あの前しか向かねえの乾燥部分の、あのみんなそれぞれフリーでいろんなことするんじゃけど、そこで毎回組体操してたんですよ。なんかちゃんとね、
始まる前、公演始まる前に3人で組体操の練習したり、なんか大技とかはじゃあこの日にやろうって話したり、組体操を調べていっぱい写真を送り合いっこしたり、結構ね、真剣に活動してました。そう、組体操してました。結構もう、マジで100回以上やってると思う。前しかムカネを陸上公園で結構ずっとアンコール明けとかやってたんですけど、そのたんびにやりよったけん。で、1週間に5公演とか、平日毎日とかで、めっちゃやってたから、公演、陸上公演めっちゃやってたよね。じゃけん、めっちゃやってた気がする。めっちゃしとったわ、組体操全然。そう、それこそその熊のタワーのピラミッドもやってたとか、あと飛行機とか、飛行機はめっちゃ大技、めっちゃ数回しかしてない とか、なんかこうやって2人がこうやってここに足入れてピュッて、なんか殿様みたいなやつとかやってましたね。飛行機の日公園入ったわ。それはもう激レアですね 飛行機ほんまに数回しかやってないと思う。だ、そういうなんかさ、そういうのあるの楽しいよね。前公演絶対ここは違うみたいなところで行かんと分からんじゃん。じゃけなんか見どころの一つみたいな感じになるよね。そういう部分をなんかいっぱい増やしたいですね。すごい、めっちゃこれ2回やったんですけど今 1回目の方がすごい手と口の動きがめっちゃリンクしとってすごかった。なんかすごい アホの子って感じなんですけど、瞬間、瞬と朝昼パーン、花咲パッカン、見とった、花かっぱ。瞬間、瞬と朝昼パーン、花咲パッカン、花かっぱ。瞬間、瞬と。全然ゼンマイ侍のお団子だんだんだだんだだん。コスモスの花が咲くその頃には、空の太陽は急ぎ足で沈んでしまうよ。思い出も振り返る。なんかさ、お互い向き合って振り付けしとったら可愛い、めっちゃ可愛いとこなんだけど、一人で正面向いてチュッチュッて
ちょっと微妙ですね。なんかこの振りめっちゃ可愛くて、メンバーからもファンの方からもめっちゃ好評ですね。サビの向き合ってこうチュッチュッってするんです。そうそう、前から見たらというかファン、何、客席の方から見たら注意してるように見えるような振り付けなの。めっちゃ可愛い。風に揺れながら何を思うのか、シャララシャララシャララララシャララシャララシャララ、いつの間にか影が伸びて夏が終わり、夕方にはカーディガン。うん、1278日、いつナッパ、いつナッパ、いに、いにナッパ。4年経ったら何日なんじゃろ。3ん、4年、1460とか。うん、おお、1460。じゃあ今いつなっぱでしょ。いつなっぱじゃけん、あ、普通に考えればいいか、あと5、6ヶ月。コスモスの花が咲くその頃には空の太陽は急ぎ足で沈んでしまう。どこまで行くんだろうね。初めて見るギフトだ。 I love you、 You love me。 すごい。なんでこの時期にそれなんじゃろ。You love me.
映画ね。ハロー、マイネームイズ千穂石だ。I'm fine, thank you. And you? これは英語の授業で毎回授業の最初にやってました。なんか隣の席の人とか意外と喋れるんですよ。 I'm fine, thank you. And you?Oh my god! あと何があるだろう。 My name is... あ、言ったわ。 I like is... I like... Apple. You like... Pineapple. あーん。 あ、まあ、ダメだ。ペンがない。アッポーパイナッポーだ、これは。ペンプリース、ペンプリース。ツーペンプリース。ペンパイナッポー、アッポーペン。I have a pen. I have an apple. オン。Apple pen. I have a pen. I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Pen pineapple. Apple pen. Ch 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 ch.英語。果物は最近はちょっと本気でイチジクにハマってる。イチジクとあと普通に好きなのはなんだろう、みんな何が好き？あ、ぶどうとかみかんとか好きだな。みかんは英語でなんて言うん？オレンジ。今栗食べてる。あー、いいね栗。ザクライズのミチにハマってる。あー、あるよ、タイムリー。私はミチはこれは普通の炭酸水に入れて割ったやつ。最近これをねいろんなところに持ち歩いてる。そう、家で飲むときはコップに入れて飲むけど、今日はレッスンに持って行ってたのでこれです。アポペン、パイナップペン。自分で作ってるん？うん、自分で作るというかもう炭酸水に入れるだけだからそう、もうなくなる人はもうちょっとで。そう、水筒持ってないの。水筒持ってないの。
この家にはいない水道でも炭酸だから、そう炭酸水、もともと炭酸水にプラスするから洗い物も出なくて一石百鳥。半分は炭酸水飲むの？いや、私の何ポイントがあって、これを作る時のお家でこんぐらいだけ炭酸水コップに入れて、でそれもみちょちょっと入れてお家で飲んでからの空きができたから、ちょうどいいぐらいまでみちょを入れていい感じの量を持っていくんです。そう、ということで、じゃあそろそろお礼をしたいと思います。と20位パープルさん、19位イギータさん、18位アルテマさん、17位ジムジムさん、16位ユキオさん、15位マットさん、14位コモダさん、13位バンブーホースさん、12位ニコライさん、11位大木奈々さん、10位ドーグラスさん、9位エリオルマルさん、8位北谷さん、7位おじゃまるさん、ラッキーセブン、6位もや太郎さん、5位おいでませ元気さん、4位おっちゃんさん、3位水軍スピリットさん、なあ3つ電化会さん、つ、そして第1位はぴょるぴょん、黒猫さん、イエーイイエイイエイイエイ、ありがとうございます。感謝の極みです。イエイ、ありがとう。この雲のね、組体操のもありがとうございます。組体操タワーありがとう。黒猫さん、感謝の極みです。そう、これはね、私がなくなったってちょっと前の配信で言い寄ったこのマッサージするやつ、これもうなんと、もうその通り、ほのたんがね2個持ってました。2個持っとって、そのティフの時、船で会ったティフの時に、そう持ってきてくれたって。そう、よかったです、見つかって。そうそう、勘違いしてたの。ということで、じゃあそろそろ終わろうと思います。明日は22時から配信します。じゃあ数えます。3、2、1、バイバイ、ありがとうございました。おやすみんと、いい夢みんと、バイバイ、イエイ。